皆さんこんにちは。リーダーズアンビションネクスト金曜配信のリーダーこそ神社へ行こう、最強の運を味方につけるをいつもご視聴いただきありがとうございます。グッドボタンやメッセージも大変励みになっております。チャンネル登録やコメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はあのリーダーを支えた神社シリーズの第3弾になります。3人目の偉大なリーダーは京セラ KDDI の創業者で、倒産した JAL を再建した立役者でもある稲盛和夫氏です。大きな志を持ち、世の中に多大な功績を残した経営者たちの生き方と神社や信仰との関わり、その神社はいかに偉大な経営者たちを支え続けたのかを知ることで、皆さんご自身の神社や信仰との関わり方を考えるきっかけと、最強の運を味方につける足がかりになればと考えています。和夫少年は1932年昭和7年鹿児島県鹿児島市に7人兄弟の次男として生まれました。和夫は大変優秀でしたが、中学受験に2度失敗、大学受験では医師を目指し医学部受験をするもことごとく落ちてしまい、医師の道を断念、地元の鹿児島大学工学部に入学します。就職の際はエネルギー関係の仕事に就きたいと思い帝国籍を受けますが、こちらも不採用、挫折の多い人生の序章でした。和夫の信仰の原体験は幼少時代にありました。和夫が生まれ育った鹿児島県は薩摩藩時代から隠れキリシタンと同様に浄土宗の浸透を藩政府が好まず、布教に対しても厳しい姿勢を示していたことから、人目を避けた隠れ念仏という集会が開かれていました。和夫は子供の頃両親に連れられよく隠れ念仏の集会に参加したそうです。彼の記憶によると、それは夜が更けてから市内を遠く離れた山里の民家で行われ、僧侶を中心に集まった者が念仏を唱えるというものでした。江戸時代の風習がそのまま根付いたのだろうと考えられます。ある夜、いつものように父について集会場に出向いたところ、僧侶が父と和夫を呼び、お宅のお子さんはすでに授かりました、もう夜中に連れてこずともよいと言いました。そして和夫に、坊にはもう仏さんがついてくださった、これからは暇がある時には何万何万ありがとうと感謝を持って唱えなさいと言われたそうです。幼い和夫は理解しきれないまでも僧侶から免許皆伝を認めてもらったようで誇らしく感じ、この時に教えられた感謝することの大切さは和夫の心の原型を作りました。そして教えてもらった念仏は和夫にとって宗教宗派を超えて心の奥底にまで染み込んだ祈りの言葉となり、内なる口癖となっているそうです。昭和19年、和夫12歳の時病にかかります。病名は肺浸潤、肺結核同様当時は不治の病でした。縁側で寝ていると近所の奥さんが本の束を抱えやってきました。そして、この本はきっと病気のためになる、難しいかもしれないが薬だと思って最後まで読んでちょうだいと言って40冊もある本を置いていきました。それが成長のイエス社者谷口正治の著書生命の実相でした。何気なく読み始めた和夫でしたが、読み進むうちにたちまち傾倒していったのです。人生で出会う事柄は全て自分の心が引き寄せたものであると説いていました。
1年にわたる療養生活の間繰り返し読みふけり、その体験が自分の人生観、経営観の根底を成したと語っています。大学卒業を控え、就職先を探し始めた和夫は、帝国石油など次々と就職試験を受けましたが、コネもない地方大学出身ではなかなか採用には至りませんでした。不公平な社会に苛立った和夫は、どうせまともな職に就けないならばインテリアクザにでもなってやろうかと、繁華街の組事務所の前をうろついたこともあったそうです。でも実家には和夫の就職を心待ちにしている5人の邸前がいることを思い出し、世の中の不公平を恨んでみても人生がうまくいくわけではないと気を取り直し、辛抱するしかありませんでした。ようやく採用が決まったのは、京都の松風工業という外資を扱う会社でした。外資というのは、電線を支柱などに絶縁固定する陶磁器製の器具で、電柱上部の白くて丸いもののことです。和夫はここで初めて自分の情熱をぶつけるにふさわしいものに出会います。ニューセラミックスの研究部署に配属になりますが、松風工業は当時すでに銀行管理同然になっており、労使間のいさかいも絶えませんでした。給料の遅配もたびたびでしたが、和夫が配属された特殊磁器を扱う特磁科は奇妙な熱気がありました。それは当時、工業用陶磁器の中では最先端のファインセラミックを扱っていたからでした。当時ファインセラミックの需要は出始めたばかりでしたが、和夫は、ファインセラミックは将来きっと大変な商品になる、日本の工業界にとって不可欠なものになると感じ、体が震えるような興奮を覚えたそうです。テレビ需要の高まりとともに、ブラウン管に使うセラミック部品の研究開発に成功し、大量の注文が来るようになりました。なおも昼夜を問わず研究に没頭し、社内で黒字を出していたのは和夫たちの特殊化だけでした。そんな状況にもかかわらず、会社の体制は相変わらずで、新規の大手顧客からの部品研究に際し、新参の上司と会社からの理解が得られず、頭に血が上った和夫は、会社を辞めますと宣言するのでした。決断の時が来ていました。経営陣の信念のなさに愛想を尽かした和夫は、ファインセラミックは素晴らしい商品なんです、ならばいっそ自分たちで作ってやろうと思った、若気の至りもあったのでしょうが、と後に語っています。ここまで稲盛和夫の人生の序章部分を見てきました。その中で見えてきたものは、和夫は挫折続きの人生の序章を過ごしながら、幼い頃に信仰への種をもらい、意に沿わない就職先でファインセラミックと出会い、震えるほどの喜びを見つけています。これからの人生の中で、その種をどのように育てながら偉業を成し遂げていくのかをお話ししていきたいと思っています。今回は前編、中編、後編の3本立ての予定です。来週はいよいよ京セラ設立と通信事業への挑戦のタームになります。そしてその中でリタの心に気づき目覚めていきます。ではあのリーダーを支えた神社、稲盛和夫前編はこの辺で、稲盛和夫の挑戦に興味がある方はチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。来週もぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。